こんにちは。アマゾスサポーター、堀秀夫です。今日は、出品前の準備、まあ、送料設定というのについてお話します。まあ、FBA を使うわけなんですけど、まあ、出品は今、オーストラリアは、まず自己発送で出品しかできない。で自己発送に出品して、それから FBA に切り替えるんですけど、 ま、最近ね、オーストラリア,アマズの利用者が増えてきてますんで、もたもたしていると、あるいはね、えー、すぐに切り替えたつもりなのに、その、わずかな時間に売れてしまっているということがあります。まあ、その時ね、デフォルトのこの送料設定だと、えー、基本的に送料無料になってます。またね、えー、早く届けるプランを選んだ場合でも、えー、4ドル99セントと、ね、えー、400円ぐらいの送料しか入りません。これだと、 日本からオーストラリアに一個一個消費を送ったら最低でも2000円、EMS で送ると2000円かかりますんでね。まあ、大赤字になってしまうんで、その分、大赤字にならないように EMS 実費を送料設定で入れておくという作業をしてから出品した方が安心です。で、その設定の仕方です。まず、このセラーセントラルのセッティングスのところを押すと、シッピングセッティングスというのがあります。ここをクリックします。 そうすると、まあ、こういう画面出てきます。シッピングテンプレートと。で、エディットテンプレート。ね、テンプレートを編集するをクリックします。そうすると、こういう画面になって、えー、パワーアイテム、あるいはね、プライスバンディットってなってますんで、標準はこのパワーアイテムに、えー、チェック入ってますんで、このままで OK です。で、このね、ハンドリング、えー、タイム。これもね、セームで、えー、書いてありまして、チェックが入ってません。このままで OK です。で、 ドメスティック、どこに送るかというところで、そのまま他一になくてもいいんで、この送料のところを25ドルと、ね、これ約2000円という意味です。まあ、これ2000円にしとけばね、大抵間違えてすぐ売れちゃうということはないんで、まあ、これ25ドルにしておいてください。で、エクスペリットシッピング、急ぎの発送。まあ、これも同じように25ドルと入れてください。 この 2day delivery とかね、1day delivery はこれ日本からだともうそもそも無理なんで、チェック入れなくていいです。で、まあ今画像で見た通りに入力したら、セーブを押すと。そうすると、25ドルの送料かかりますというね、販売方法になってますんで、出品して FBA に切り替える間に売れてしまうというね、まあほぼ事故ですよね。それが起こらず済みますんで、 ま、のんびり、FBA に切り替えても大丈夫という形になるんでね。まずこの送料を設定してから出品してください。まあ、操作方法とはまたわからなければ、えー、お気軽にチャットワークの方でご質問ください。えー、ご質問、ご報告、確認のご連絡を待ちしています。アマゾン o n サポーター、堀秀夫でした。